や、絶好の実験日和だ。意見を聞かせて。おお。いや、こんにちは。調査兵団として感謝するよ。よく来たね。君の噂は聞いてるよ。私はならば、こっちはゲルガーだ。一応場数だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないとただの変人だと思われるよ。お前には兵站拠点の設置任務に加わってもらう。兵站拠点というのは分かるか。次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。死にたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。この町の中心部に兵站拠点を設営する。総員
準備作業に移る。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控えろ。いいな。逃げた。仕切り直す。どうも。やるよ。しっかり頼むぜ。強行しよう。よろしくな。私も行くわ。片付けよう。よっと拠点を作ってくれ。俺は鼻が利くが、エルヴィンほどには効かない。その調子でやれ。やるよ。救援要請か。行くぞ。片付けよう。次だ。相手になるよ。ちょっと厳しいな。始末してやる。よっと。ありがとう。私、動員を呼んでくる。片付けよう。悪くないな。その調子で頑張ってくれ。よろしくな。分かった。しっかり頼むぜ。終わりだな。こんなもんか。自分の身の安全は二の次だ。兵士である以上は仕方ないよ。ここは次だ。私はここの守りを固めておこう。よっとやるよ。よろしくな。了解だ。しっかり。お前のような匂いのやつはあまりいない。救援要請か。行くぞ。相手になるよ。始末してやる。片付けよう。よろしくな。くそ、目が足りねえな。ねえ。
せなさい。はっ、こんなもんだ。マリア、これで増援を呼びに行けるぜ。俺が何とかしてやらねえとな。遅いよ。終わりだな。討伐完了。よろしくな。了解だ。お前センスがいいな。よっと、俺はここの守りに徹する。相手になるよ。しっかり頼むぜ。わかった。いいぞ、あと少しだ。次だ。片付けよう。討伐完了。やるよ。わかった。次だ。相手大体の巨人の位置は鼻でわかる。拠点は頼んだ。見張り拠点の設営は完了したようだな。これで巨人の接近を容易に察知できるだろう。よっと、よかった。無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の設営が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。始末してやる。ここまで。すぐに任務に取り掛かる。油断はするなよ。そろそろ作戦に取り掛かるとしよう。相手になるよ。よろしくな。わかった。俺だけじゃどうにもならん。報告、かなりの数の巨人がこちらに向かってきています。死んではいないな。まだ余力はあります。行きましょう。やるよ。ゲルガーさん、頼みます。相手になるよ。助かった。増援を呼んで戦況を立て直す。しっかり頼むぜ。片付けよう。よっと。敵外での任務はこれで何度目になるんだろうな。さあね、いちいち覚えてないよ。俺が最後の任務にならないよう最善を尽くすんだな。始末してやる。こうも手こずるとは。やるよ。こんなもんだ。すまない、俺は増援を調達してこよう。片付けよう。ゲルガーさん、任せます。
外と手だれじゃないか。任せなさい。すぐそこまで巨人の大軍が迫ってきています。始末してやる。味方が優勢だ。この木に乗じよう。生産拠点の設営が完了したようだな。撤退の準備にかかってくれ。よし、これで任務は完了だね。お前、いい仕事ぶりだったぜ。兵団拠点の壊滅は作戦の失敗と同義だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。ガッタ総員撤退。巨人を討伐し、急ぎ退路を確保せよ。こんなもんだね。そこを守って、奴らを止めて。救援要請を確認。私が向かいます。早く退路を確保せねば。さらに巨人が集まり、兵団拠点が壊されてしまう。しっかり頼むぜ。分かった。池さん、リヴァイ、お前も行ってくれるか。了解だ。よっと、始末してやる。ゲルガーさん、任せます。分かった。よし、退路は確保した。総員、直ちに撤退せよ。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、三毛分隊長。どうした、何か事件か。被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人は？まだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、判事は？しばらく立ち直れないかと。だろうな。